住職千葉健丈、音楽法話。この番組は僧侶でミュージシャンでもある私千葉健丈が素敵な名曲を仏教的観点で掘り下げていき、心がスーッと楽になる、そして元気になるような音楽法話番組です。番組の中で法話がイメージできるように、私自身がサックス演奏も行っていきますからね。また特別な御朱印のプレゼント応募なんかもありますのでね、お楽しみに。改めまして、聖息寺住職千葉健丈です。もうすぐお盆を迎えます。地域によって7月盆または8月盆とあるわけですが、ご先祖様に思いを寄せる大切な行事です。私の勤める聖息寺は8月がお盆になるわけですが、お盆についての詳しくはその頃また説明させていただきますが、今日はお盆やお彼岸、お年忌の時にあげるお当場についてお話ししたいと思います。そもそもなんで細長い板に何か書かれたものをお墓の前墓前にあげるのか疑問に思っている方も多いかと思います。お当場は正式には祖当場と言います。元はお釈迦様が亡くなられた時、その仏舎利、いわゆるお骨をですね、8つの国に分骨し、それぞれの国が50の石塔、仏塔をね、建立したこと、そこが由来となります。この50の塔、まあ50の塔ですから5段にね、塔が積み上げられてるわけですけども、下からですね、それぞれ意味がございます。下から地、水、火、風、空を表し、まず一番下の地、これは地球を表してます。その上の段の水、これは水を表してます。そしてその上、火、これは太陽を表しています。その上、風は空気、そして一番上は、まあ空と書いて空と読むんですけどもね、空は大宇宙を表しています。これら5つの大いなる命により我々は生かされているという意味を表しています。この50の塔のことをサンスクリット語ではストゥーパと言います。中国に渡りこのストゥーパが祖塔場になり、日本に渡り塔場という言葉になりました。造塔延命功徳経というね、お経があるんですけども、そのお経の中にですね、祖塔場の功徳、塔場の功徳、いわゆるなぜ建てるのかということが書かれています。お経の中には、祖塔場を建てようと思っただけで、地獄の苦しみから救われる。そしてこの塔を建てた者は、必ず仏の世界に生まれ変わることができるであろうと説いておられます。しかし私たちが50の塔を建立する、建てることは大変です。それに代わって木の板でできた板塔場を建てるのです。板塔場は上の部分がギザギザの模様になっていますが、その模様で50の塔の地、水、火、風、空を表しており、
同じ功徳があると言われています。亡くなった方への供養については十王図、いわゆる地獄絵図と言われますが、これにも書かれています。あの世に行き三途の川を渡る際、しっかりと供養をされた方々はお花の道を経文が書かれた衣で歩いています。そのように描かれています。このようにお亡くなりになり次の良い処遇に向かってもらいたい、そう願う我々の慈悲の心が陶板に詰まっています。この慈悲の心に我々自身も救われるということです。またこの板陶板にはご先祖様に対する感謝のお手紙というもう一つの意味があります。板陶板を見ていただければ表にはご先祖様の戒名が書いてあります。これは手紙で言えば宛先です。そして経文や禅の言葉が書いてあります。これはお手紙の表題となるのでしょう。切手は一番上に書いてある一円相、丸い形の文字です。そして裏には差出人である皆様のお名前が書いてあります。すなわちこの板陶板は封筒だと思ってください。そして一番大事なのは本文です。お手紙です。皆様のお気持ちをしっかりとこの陶板の封筒に込めてください。必ず今は亡き大切な方へこのお手紙は届きます。それでは手紙といえばこの曲、だいぶ昔のテレビ番組になりますが、この曲に乗せて手紙を読むというのが印象的でした。16小節のラブソング、アコーディオン奏者コバさんの過ぎ去りし永遠の日々という曲を私のサックスバージョンでお送りします。この曲に乗せて次に送る陶板の手紙の内容を考えてみてください。
さて、ここでいつものようにお知らせです。この音楽フォーアを CD に収めて毎月無料でご自宅にお届けする音楽フォーア定期便のお申し込みは、生息時の SNS のダイレクトメッセージまたはメールです。info@kappa.live もしくは生息時に電話でも構いません。0558-32-0896 お気軽にね、遠慮なく申し込んでください。この音楽フォーア定期便に、ご支援プレゼントのハガキもついてますのでね、プレゼント応募なんかに応募していただけるとありがたいです。ワクワクドキドキ、そういう気持ちも大切ですからね、ぜひお願いします。それではそろそろお別れのお時間ですが、もうすぐ梅雨明けですか。まあこの放送録音している時はまだ梅雨明けてないんですけども、もうすぐ梅雨明けの気配を感じます。だいぶ暑くなってまいりました。無理をせずね、熱中症、気をつけてください。家にいる時もね、クーラーをかけて割と涼しくして過ごした方がね、体のためにはいいですから、無理をしないでくださいね。それではまた来週お会いしましょう。お相手は生息地住職千葉賢女でした。どうもありがとうございました。